かしすごかったな。願いは持ち主の元へ帰ったのだろうか。うん、あそこから見えたよ。これで現実の人たちも元に戻ってるといい。そうね。モナちゃん、おかしい。願いはと、いや、そういえばお宝奪ったら、いつも必死こいて逃げだが、主が消えて願いが消滅しても、それってやっぱりまだこの事件は解決してないのかもしれんな。アリスは何か知らないかしら。現実に戻ったら、パンサーになら話すんじゃね。私、気が合いそうだったし。大好きだとまで言っていた。だいや、まあだって、もうそれに誰かの光、最初の気持ちを、すごいな。どうしたのソフィ。怪盗団の言ってたと、ただ倒していたらこうなるって分かってたのか。あ、そんなことないわ。変われるのが人の心って難しい。何かを乗り越えて強くなれたかと思う。確かに難しい。まあ、いや、私、人の良き言う、分かってるな。なのやるな、しかも本当に分かってるのか。早く、なあ、アンはあの時だが、サイ、なぜだ。そうなのか、怒り、人を、だが、あり、誰かが人のおかげで、これから、さて、今会いたい人のコーナー、本日は再び柊アリスさんにお越し。アリスさん、先日あんなことがありながら、何でも。はい、皆さんにお伝え、先日あれは生放送中に一緒に、アリス、あの二人だ、いろいろな男性、ねえ、何これ。そんな私、けど私、マネージャーが、今話したことは正真正銘の事実。今まで本当に心の全部、私、周りの人たちは、ごめんなさい、ごめんなさい。おい、カメラ止めろ。アリス、こりゃ荒れるだろうな。とにもかくにも、これで一仕事終わったな。ねえ、パレスと状況は違った。願い取られて、アリスに全財産、金返せって言ってるのもいるな。自業自得な人もいそうだけどね。何はともあれ、ミッションコンプリート。アリス、これ今までみたいに芸能界でやっていくのは難しい。結局報いを。でもアリスが元の気持ちを取り戻したなら、今までとは違ったって、またきっと誰かの光になれるよ。そういえば本人にも事件のこと聞かないと。でも会えるのかな。普通に考えるなら無理。事務所はそれどころじゃないだろうし。相変わらず面白そうな話してるな。ユウ、またおっさんなのは否定。
それよりお前何のことかしら。とぼけるなよ。そうだけど。そいつはよかった。返事って。今日は例の件の返事を聞きに来た。だからてめえら警察なんかと。じゃあさらに得点もつけてやろう。お前らアリスに会って確かめたいことがあるんだろう。それはそうだな。例の番組の騒ぎはアリスが告白したじゃん。ああ、だよな。おっさんの手借りてまで。それがそうでもないのさ。どういうこと？事件はもう終わったはずよ。終わりなんてとんでもない。この怪心事件は全国各地で起きてる。すべてアリスの仕業なんてことはありえない。そこに加えて今回のアリス騒動、全国の怪心事件はすべて怪盗団の仕業だろうって話が警察でも盛り上がってるぜ。お前ら相当ヤバい立場に置かれてるって分かってるか。ふざけんなよ。俺らが何したってんだよ。落ち着けよ。だからこ俺は今すぐお前をしょっぴくこともでき、そうしないのは別そいつを捕まえるため。刑事の勘ってやつだな。まあ去年これは二つの別種の事件。スコッんじゃ外に出てるぜ。話がついたら呼ん。当てが外れたな。くそ、どうしたの？ネットで調べてたんだけど、突然人格が変わったってさ、ほとんどニュースにもなってなかったし、世間も相手にしてなかったみたいだけど。あのおっさんの話本当ってことかよ。どうしよう、全部私たちのせいにされてたら。だいたい私たちの戒心と。あ、本当にアリスのような戒心事件ならアリス以外にもキングがいるのか。どうする。あんなやつ信用すんのかよ。でも他に方法なくない？少なくともどうする。私もそれがいいと思う。待て、取引するとして我が輩たちのやってることを理解させるには異世界のことも教えなきゃならない。それはあいつが信用するか。させるしかないだろ。でなければリーダーの身が危うい。でもよ、異世界だぜ。だが連れて行くしかないわね、ジェイル。ちょっと本気？マコちゃん。それ以外に逮捕を免れる方法が、出せるカードはテーブルの上に。今はそれが最善だと思うわ。Mm-hmm.
分かった。取引吉と出るか京と出るか。吉と出るか吉と出るか京と出るか吉と出るか京と出るか。くそ、こうなったら。じゃあ呼ぶわよ。話は終わったわ、入ってきて。なんだ、意外と早かったな。じゃあ返事を聞かせてもらおうか。あなたを連れて行きたい場所があるわ。なるほどな、キングと願いか。そうかそうか。まずは薬物検査を受けてもらおうか。適当言うにしてももう少しあんだろう。いいから黙って、今からその認知の異世界に連れて行ってあげるから。認知だと？ついてきて。Thank you.
ああ、どこに行くんだよ。おい、こんなところにな。お、な、冗談だろう。すべて真実よ。お、どうした。まあ、最初はこ、これが私たちの会。あ、はは。質問か。いや、お前誰。私は人の良き友人のソフィアだ。よろしくなって。落ち着けよ、善吉。ああ、そうだな。取り乱してる場合じゃ。って、化け猫！化け猫じゃねえよ。これで納得してもらえた？なんだ、昨日飲み過ぎちまったか。大丈夫かよ、おっさん。安心しろ、ただの桜。全然安心じゃ。刺激が強すぎた。仕方ないわね。一旦帰りましょう。ありえねえ、マジでありえねえ。意味のわからん事件追いすぎて頭おかしくなっちまったのか。さすがにショック受けてんな。うん、脳のキャパ超えてオーバーヒートしたんだろうな。だから事前に説明したのに。俺たちも初めはああだった。しっかりしろ、おっさん。やれやれ、いつまでほうけた顔してんだ。そうだな、しっかりしねえと。ってなんで猫が喋ってんだ。まさかお前、さっきの化け猫か。バケでも猫でもねえよ。あなたは異世界でモルガナが喋ると認知した。だからこちらでも言葉がわかるの。認知すりゃ猫がしゃ。現実を受け入れるのにも。とりあえず取り乱して悪かったな。話は大体分かった。いや、さっぱり分からねえが。
受け入れる努力はする。取引をするからには互いに信頼を裏切らないこと。若いのにしっかりしてんな。分かった分かった。全国の改心事件解決に協力してくれ。その代わり俺はお前らを守る。全国の改心事件解全国お前らが約束。ああ、じゃあまあ今現在解お前たちには8月8日までに札幌中央市に来てほしい。どうして8月8日なの？改心の力を使ってるらしい容疑者が帰国するタイミングに合わせてこっちも調査を開始。なるほど、わかったわ。
その札幌の容疑者が。そうなるかもな。目的地は北海道の札幌中央市か。ちょっとした旅になりそうだな。